第一の2号が頑張ってくれる。全長がですね、50メートルございまして、これ二段式 の、 燃料は液体スーツと酸素を使っているエンジンでございまして、全長で全部その燃料を詰めますと、全備重量がだいたい260トンぐらいになります。これ先ほどご覧いただいたでも、これ第一という衛星撮った写真でございまして、この第一は特殊なカメラを3つ持ってまして、これを使うことによって3次元データを作ることができます。これが宇宙ステーションの物資輸送機なんですけども、アメリカとかロシアの宇宙船が問題を起こしたりとか、例えばロケットの爆発が起きたりして、でそういう時にもこの日本のコウノトリは昨年まで6回のミッションを2009年から昨年まで全て 100% 成功させております。やはり宇宙ステーションの運用にとってこのコウノトリはなくてはならない存在になっているという状況でございます。我が国の地域イノベーションの、先進事例であることを、改めて認識しましたので、こういった事例が、全国の自治体でも広げていかなければと、広がるように、国の政策として何ができるか、今から検討にしっかり検討してみたいと思っています。で今回の導きの打ち上げについては、特に数センチメートルで、日本版の GPS 機能として数センチメートルの、誤差の範囲でいろんなものに対応ができるということを改めて認識をしておりますし、こういったことが一つシステムが出来上がれば、アジアなどにも幅広く、ビジネスモデルとしてしっかり経済の上でも大いに活用できるのではないかなと思ってますので、期待しています。